首都圏から県内への移住や農業に興味がある人に向けて、蔵王町で2週間の農業体験が行われています。参加しているのは、東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県に住んでいる20人で、全員農業は初心者です。今日は地元の農家に教わりながら、脱穀作業を体験しました。地方に住んだことはそうなんです。なくって、土に触れたりとか、こう自然と触れ合うっていうところがすごくいいなというふうに思いました。思ってた以上に大変ですし、重労働ではありますね。はい。やっぱり体験してみないと分からないっていうのがありました、はい、このプログラムは地方の関係人口の拡大と地域活性化に取り組む日本航空が主催しました。2週間町内に住みながら一通りの農作業のほか、収穫した野菜を使った漬物作り、ジャム作りなどの加工作業も体験し、興味のある分野を見つけてもらいたいということです。収納ニーズを少しでも増やしていくというところが目標でございますので、こういったきっかけに皆さんが農業の楽しさだったりですとか、農業にチャレンジしてみたいなと思っていただけるといいなというふうに思いながら拝見をしておりました。すごく、ね、いい試みだと思いますね、はい。午前中はですね、農作業、そして午後はテレワークができるよう自由時間となっていまして、現在の仕事を続けながら兼業で農業を始めるケースも想定しているということです。